にちは、ラルです。今日はスウェーデンで食べたとってもとっても美味しいミートボールを作っていきたいと思います。スウェーデンといったら私は冬を連想するんですけど、皆さんはいかがですか？私がバカンスを使ってヨーロッパを周遊した時に最後に訪れた土地、一番上がスウェーデンでした。ストックホルムからゴトランド島に行って約3日間くらいの滞在だったんですけども、本当に気に入った国でまた絶対に行きたいなと思ったんですけども、そちらで買いましたスウェーデンの料理の本ですね。もうロンドンからスウェーデン行ってふんころがし状態のように本をすごいいっぱい持って帰ってきたんですけど、私の宝物の一冊、この中にスウェーデンのリアルスウェディッシュミートボールが入っています。で、このレシピを参考に作っていくんですが、もちろん日本で手に入らない食材などがたくさんあるので、私流に少しアレンジしながらやっていきたいと思います。一回フランスで作ったんですけど、すごく美味しくて、日本で再現するのは今回が初めてなのでどうなるかなって感じなんですけども、美味しいんですよ本当に。今日はお家で作っていける簡単レシピをご紹介していきます。それではいきます。まずは付け合わせとなるマッシュポテトを作ります。はい、茹でやすいように一口サイズに切っていきます。このような感じですね。ここにひたひたになるまでお水を加えました。じゃがいもが柔らかくなるまで茹でます。はい、そして今日の主役、じゃじゃーん、豚と牛の合いびきのひき肉になります。これやばいの、グラム59円。今日は4人分なので1人200g ずつぐらい食べようかなと思って、4人分なんですが、464円というこの鬼の安さでゲットしたので、これを使っていきたいと思います。はい、では下味をつけていきます。比較的一気にやっちゃうんですけど、まずお塩ですね。これは能登半島の塩です。はい、今2つまみくらい入れました。そして卵を、じゃーん、2個卵入れます。いい香り、オールスパイスを入れていきます。はい、そしたらタイム、タイムちょっとちょっとが多いかもしれない。そしてナツメグですね。私はホールでゲットしたんですけども、ナツメグを入れていきます。これでいいかな。あー、めっちゃいい香り、一生懸命寝られるようないい香りがしますね。この断面が結構グロテスクなんですけど、こんな感じで、はい、ナツメグをすりおろしました。はい、沸騰してきたので弱火にします。こっちをね、今カメラ伝えだけど、はい、ではこねていきます。冷たいんだよねこれは。気になる方は手袋した方がいいかも。私はお家用なのでもんじゃい、あ、冷たい。はい、これでだいぶ、よし、オッケー、いい感じになりました。これくらい手に取ってくるくるくる
こんな感じね。もう美味しい。食べちゃダメだけど。はい、この感じで全部を丸めていきます。オーブンシートを用意して取って並べていきます。こんな感じ。1個 20g くらいに、どんどん大きくなっちゃう。うん、はい、こんな感じで。わお、はい、こっち1人分。はい、ミートボールを作りました。均等に分ければよかった。まあいっか。これを焼いていきたいと思います。レッツゴー。はい、それではじゃがいもの方が見えてきました。ちょっと行事でプスッと出して確認していきます。うん、全部ちゃんと柔らかくなっているので、これをざるに出していきますね。一旦出します。うん、そしたらここがね、結構ついてると思うんで、こういう感じで流して、ね、はい、すごい大量生クリームを、そうね、大さじ2くらい。牛乳でいいよってあんまり言いたくない。はい、そうしたら味をつけていきます。お塩ですね、2つまみくらい。そして胡椒、バターは 20g くらいボーンと入れます。はい、そしたらこの温かいうちに混ぜて溶かしながらねじ混ぜていきます。わ、すごい滑らかになってきた。こんな感じでマッシュポテトが完成です。ちょっとありますね。うーん、めっちゃ美味しい。お肉がオーブンに入っているので、その間にジャムを作っていきます。スウェーデンのミートボールといったら、じゃん。はい、これが実際に私がスウェーデンで食べたミートボールなんですけども、映ってるかな。ジャムが添えてあるんですよ。それがすごく美味しかったんですけど、後々調べたらポケモンものジャムだったんですね。でも私近くで結構探したんですけど、ゲットすることができなくって、なので今日は代用でラズベリーを使います。ちょっとね、変わってしまうんですけども、今日は日本にあるもので作るっていうのがコンセプトなので、本当はポケモンも使うんですけども、はい、ではジャムを作っていきたいと思います。そしてここに準備したラズベリーですね。冷凍だったらこうどの季節も手に入るので、冷凍のものを使います。大胆に全部入れます。ほっほっほ。このカップに3杯入れました。上白糖を、そうですね、大さじ1、2、3杯入れました。弱火。オーブンからミートボールを出します。わーお、おー、見て。はい、そしたらここからソースを作りつつ絡めていきたいと思います。でですね、実は今日4人分なんですけど、最後ソースは1人分で作っていきます。なぜかというと、私が先に、家族より先に試食するから、出来たてじゃなきゃ嫌だって言われて。なので4人分ではなく自分の分だけ作りたいと思います。それではニンニクを剥いていきます。ニンニクがみじん切りになりました。はい、
ただオリーブオイルを入れていきます。はい、炒めていきます。で、ニンニクは温かいフライパンじゃなくて冷たいフライパンから入れてください。そうすると焦げにくくなるのでとっても良いです。はい、そうしたら火を弱めてニンニクから香りを出します。ミートボールこれ一人分なので全部入れます。ここでちょっとだけワインを入れます。そしたらここに胡椒、生クリーム、しっかりと。そしたらお醤油をちょっとだけ入れて煮詰めます。そう、生クリームをかけて、最後は、はい、こんな感じですね。とろみが出たら OK。 トマト、イタリアンパセリを乗せます。わ、パンパンだ。ぴったりだね。はい、こんな可愛い旗を持っているので、これを最後マッシュポテトに刺します。おっ、わー、はい、完成しました。映るかな、サムネ。どうやったら美味しそうに映る。これこうかな。はい、できました。早速食べていきたいと思います。よっ、これよいしょ。いただきます。めっちゃ美味しい。うわ、やばこれ、やばい。いただきます。あ、やば、勝因はナツメグだ。実際の本のレシピではそんなにナツメグとか入っていなくって、現地で食べたものも単純なミートボールみたいな感じで、すごい美味しかったんですけど、私これ自分で作ったやつの方が美味しい。スパイスとかをいろいろ入れたのがすごく良かったんだと思います。うーん、うまい。出来上がったものだけ見るとちょっと難しそうに見えがちな、ね、海外の料理なんですけども、実はとっても簡単だったと思います。この動画を見て、あ、作ってみたいと思ってくださった方や、美味しそうと思ってくださった方、よかったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。詳しいレシピの方は、概要欄から飛べるホームページの方に載せています。今日は4人分で作りました。はい、そしてインスタグラムでは、私の旅の模様や日常、すごい頻繁にインスタにいるので、よかったらインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。今日の動画最後まで見てくださってありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またねー。ベルギーのね、刺繍のやつをプレゼントでもらったので、つけたいと思います。ありがとう。